いいランナーってここに砂煙は立つけど、あそこ砂煙立たない。別に何だっていいんだよ、これスタートには何の関係もないんだ。自分のいいスタートやってるよ。あとは帰塁だったらこうやって帰るだけ、はい、行くときはこっちだけ、はい、身を任せて降りて、はい、取りすぎ、はい、走ってる状態でこれはないから、はい、常にこういう状態をしっかりちゃんと持ってないと、はい、溝落ちを張っちゃダメ、絶対絶対遅くなっちゃうから。逆に溝落ちを緩めるぐらいの感覚で、少しちょっと前傾になるぐらい、上がったときは最初こうなりやすい、はい、こっちに入りやすいから、はい、背筋に入りやすいから内側から少し持っていかない、はい、で、あと腕の振りがちょっと弱いから、はい、腕ってどこで考えてる？ここだけ。あんまりこう後ろまでっていう意識はないですね。この辺のイメージです。肘だけ使ってる人いるよ、はい、それだっていくら腕を振ろうとしてもこの力って前に進まないの。これだけ食ってたら早いけど、でもこっから動かしたら肩甲骨から動くイメージを持ってったらおのずとこで前行かない？そう、はい、やっぱ硬いですよね、動き力があるからバネがあるからバネがすごいけど、もっとそれを自分の今持ってる力を気持ち6割か7割ぐらいの感覚で走る、はい、こっちの方が速い。いいランナーってここに砂煙は立つけど、あそこ砂煙立たない、中間で、うん、蹴ってないもん、もう反力だけだもん。こうやって蹴ってったら力が伝えようとしてるのに、伝わる力が全部分散しちゃっていくだけだから足上がってこない。最初はブーンって加速していくから力入っていくけど、もう速いもん、蹴ってないもん。みんな蹴る意識はダメ、ダメ。蹴ったら絶対蹴って反発なんていられないから、浮いてくるから。これではない。だから蹴っちゃダメ。蹴る意識持っちゃダメ。だからこうやって軽くこうやってやった方が早いでしょ。ここで。だから6割ぐらいいくと、そーっとっていうかこう、あんまり蹴らないでいこうするんですよ。このぐらいの感じ。そうすると思ってもいけると思います。はい、固まるのは、はい、多分背筋が優位なんで、はい、出てます。ああ、で、はい、この肩が、はい、最初からこっちに来てるんだよ、はい、俺に当たらないようにスタートします。そうそうそう、ここの幅がやっぱ大きいんですよ。こうやってバッティングで言ったらもうアウトサイドイン、イメージとしたら走る感覚はバッティングで言ったら左のインサイドを打つ感じ。あの野球の、盗塁王とか速い人って左バッター多いですよ。ここの使い方がうまいです。右でそんなに足が速い人って左に比べていないです。だからイメージとしてつかない、イメージをつきやすいとしたら自分は、はい、まあ、ここから、はい、ボールが来るから、はい、ここからここのインコースを打つような気持ちでスタートする、はい、していくとここの動きがこうではなくて、はい、こうなってくる、はい、そう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 、まだ一回やっぱこうなっちゃうんですけど、このままで、このまま例えばこのままこうやって走ると練習で、そう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 、意識だよ、はい、意識だし、であとここにしっかり、はい、はい、
内転筋、はい、全部力入ってるの全部内側だから外側に力入ってるの全部逃げる、はい、内転筋でこっからそうそう、はい、こっから経過値、はい、そう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 もう2歩目3歩目で加速できたら、はい、あとは流れで任していいんで、はい、最初やっぱ100から、うん、そう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 、はい、こうじゃなくて、はい、体幹って強さもなきゃいけないけど柔らかさもないと、はい、ボルトってこうやってちゃんとこうしっかりあの骨がちゃんとしっかり動いて加速してんだけど、はい、こうだもん、はい、フォレストガンプみたいな、はい、あ、知らない知らないすいませんウォーウォーウォー多分ここが硬いから、はい、ここを柔らかくしたいんでちょっと一回前屈してみんなもやってみます、はい、OK ですじゃあこの押し、指の3本上3本上このお尻のこのここここを支点にちょっと見てここを支点にちょっと折り曲げてください折り曲げてこれを10回はいもう一回前屈してめっちゃいくでしょということは何が邪魔してたかというとここが固まると動きが固まるよってことですだからこの溝落ちは常に柔らかくしておかなきゃいけないでもさっき言ったようにこっちが有利になっちゃうとここ張っちゃうよね、はい必ずだから今多分こっちとこっちのバランスが多分崩れてると思うんですよはいちょっと腰痛とかになりやすいんで気をつけた方がいいですはいもう固まるこれ一番出てこないでじゃあ硬くなるっていうことはもう手ブラブラしといたら自分がどうやったら硬くならないかっていう方法を考えた方がいいはい自分は手でタイミングを取ってリラックスしてできるのあとはなんかこう少し手をブラブラさしながらこうやって やっときながらあ脱力さしてとか常にこうやって動かしておいてピッチャーがセット構えたらかかとでこうリズム取ったりとかお尻で取ったりとか常にどっちでも動けますよどっちでも動けますよっていう状態でいった方がいいスピードに乗るのが遅くて、はい、真ん中中間走、はい、ちょっと行ったぐらいで自分のトップスピードになる、はい、最初のとこ、うん、上半身下半身が合ってないね、はい、もしなんか足が来るのが遅いからこのまま逆に言ったらこの足を先にポンって出してみたら 真上じゃなくてちょっと45度ぐらいそう一気にこれを一気にこれを出してくるそうそうそうおーそう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 目線なんだけど目線こうスタートするじゃんスタートするじゃんシュートなんか見てもらえば分かるけど目線っていうよりもここの状態がずっと変わらず最後のスライディングまでフィニッシュしてるのねでも大体中間層悪い人ってスタートしてこっからも上がっていくのでなるべく低い姿勢のまま行くっていうことはこの目線をスタートした時に常にやっぱヘッドライトがあるでしょヘッドライトを常にここにあるぐらいの目線で行くと姿勢崩れない崩れないからそう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 。自分も加速が、トップスピード乗るまでが結構遅かった。意識として頭とこの股関節をしっかり一緒になって倒し込めれば前に落ちてくる。でも低く低くってみんな思うとグッてこう力入っちゃう。そうするとグッていったらあとは上に上がるしかない。だってこのままこういけないじゃんだから脱力してくださいっていうこうやってここのところしっかり抜いてあげれば早くそう抜いてあげるの
なんで体が抜いた方がいいかっていうと、なんで一瞬体が落とし込んだらいいかっていうと、その地面の反力をちゃんと使えるの。ほんの一瞬に、ほんの一瞬下がるだ。そう、そう、そうそうそう。でこうなる必要ないから。下がればいい。はい、そしたらもう地面に対してちゃんと力が伝わってる状態になってる。それだと楽なスタートが。キャッチャー見なくていい。ヤシの動きと音聞いてればわかる。グラムでやった方がいい。俺聞かなかったもん。一切見ない。ヤシの動き見ればわかる。あと観客の声とか、はい、状況とかでわかるよ。見るの簡単だ。はい、見る必要はない。エンドランは見た方がいい。はい、エンドランは、はい、一応チームプレーだから。単独の時はもう自分でもう 見ずに野手の動きとか打った打たないって歓声くらい分かるし、ショートセカンドの顔の本気度見れば、まあ、来てるのは来てないかも分かるから、はい、そういうところで走ってもしファーストライナーとか、まあ、そんなしょうがない。走っちゃえばいいじゃん。もう全部ライナーバックとかも関係ない。いやここは見えるよ、はい、いやここは全部見れるじゃん。ここは分からないよ。うん、でわーってなったらコーチャー見ればいい。分かんなかった。大概ここに来ることはコーチャー見ればいい。で自分が見えるところは自分でジャッジ。こっち側も全部コーチャー、はい、こっち側は全部自分で判断、はい、そうするとスピード殺さない、はい、難しいことやったら、はい、できあの優しいことは簡単だ、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。